赤星のリムの入ってないんだよ。さあ、オープン戦9戦9敗、さあ皆さんどうお感じでしょうか。これ、ね、心配する話、心配しないでええの。まあどっちとも取れますわ。から言うとどっちとも取れる。赤星解説者はどうなんだ。いや、僕は正直監督がね、ずっとちょっと前ぐらいかな、15日以降ちょっとしっかり行くからって、うん、ちょっとだから2週間前ですよね、うん、からっていうのを言ってたので、これもちろん15日以降に本当に勝てないような状況が続くんだったらそれは心配です。そうやって言ってて、うん、勝ちに行く野球をやるって言ってるのに勝てないっていうのは心配だと思うんですけど、まあ、ただ、まあ、一つ言うと負け方は良くないですよね。一番この間思ったのは、やっぱり5対0で勝ったヤクルト戦だっけ、うん、一挙に6点取られてエラーが4つ、1イニングで4つ重なってっていう、ああいう負け方は良くないよね。まあ、監督も1イニングに4つなんてある、そんなの今見たことないわ言ってましたけど、まああれはちょっと嫌な感じですよね。なんか、まあ、どちらかというと去年もまあもちろん失策の数は別にそんな少なかったわけじゃないんですけど、まあ、多かった方ではあるんですけど、どちらかというと去年って守備の改善はだいぶできてたんですよね。だからまあ阪神の強みっていうのは、まあ、去年の野球でいうと、まあ、ピッチャー中心にしっかり守って少ないチャンスをものにするっていうのが去年の日本一の、パターンだったんですけど、やっぱり守備のほころびがこう特に出てる、っていうのはすごくこうちょっとシーズンが始まるに向けてはちょっと嫌な感じだなっていうのもありつつ、まあ、あとはピッチャーですよね。ピッチャーやな。特に中継ぎ以降のピッチャーが、まあ、今、誰、まあ、皆さんも言ってますけど、こうフォアボールですよね。先頭バッターにフォアボール、まあ、だから要は去年監督が何を言ってたかっていうと、バッターはフォアボールを取れと、取ったらそのヒットと同じやと、査定も一緒やっていうこと言ってましたけど、ピッチャーにも言ってたんですよ、余計なフォアボール出すってね、そうやったら打たれる方がいいっていうことを言ってたにもかかわらず、今年はちょっとそこがね、フォアボールが今ちょっと多発してて、でそこが結局失点に絡んでるっていう、まあまあ一番点を取られるパターン、先頭バッターにフォアボール出してそれは点になるでしょっていうね。だからちょっとね、その辺が心配ではあるし、もう一個言うと、キャンプの時にすごいこう今年は若手がこう楽しみですねって言ってたんですけど、ちょっといまいちこう若手のアピール不足というか、まあ中継ぎ陣も含めてそうですけど、もうちょっとこうチャンスを生かそうっていう人がもっと出てくるかなと思ってたんですけど、結果的に、まあ、前川君は踏ん張ってるかな。そうやな、前川君は出てる、踏ん張ってるけど、あの守備不安ですよね、やっぱりね。やっぱノイジーがそこそこ守れてたっていうのを考えると、あの守備はちょっと不安ですよね。だから小畑君の守備だったんでしょ。小畑は2つ1イニングで、だからまあまあ馬場コーチはね、その前に出てやったことやから、そんな待っていらっしゃったらそれは怒るけどっていう話はコメントでねしてましたけど、まあもちろん小畑とかこうなんていうのかな、こう争う若手のね、レギュラーを脅かすような選手たちにちょっと元気がないというか、もうちょっとなんかバシッと出てくるかなと思ってたわけですよ。まあ井上くんとかもちょっとね、キャンプ2軍だったし、こうなんとかっていうので、まあ、井上君とかアピールはしてるけど、もっとなんかこう、なんだろう、爆発的なアピールが欲しかったな。まあ、それを他球団で見てると、まあ、開幕の相手である巨人とか見てるとね、ルーキーの佐々木君なんていうのは、今、多分、規定打席到達してる中で、オープン戦1位なんだよね、確か打率がね。とか、で、もうこれ開幕スタメンもあるんじゃないか、みたいなところまで来てるし、で、あれ、なんだろう、まあ、昨日僕も言いましたけど、松原君とかも復活しそうな雰囲気あるし、なんで、2年目の萩尾君か、慶応大学のね、彼も結構アピールしてるし、だから他球団見ちゃうとね、結構若手でこうなんかっていう人が、ぐいぐい出てきてる選手がいるんですよ、まあ、だから極端な話ですけど、DeNA だったら、
ルーキーの渡来君と、うん、石上君ね、うん、これルーキー2人結構アピール、もうまあ渡来君はもう完全に出ますわ、開幕スタメンですわこれ、うん、もう9試合か10試合連続ヒットってんだよね、 10だよね、うん、だからすごいですよ。だからこういうで中日でいうと三好君とかね、うん、あの今岡林君がちょっと遅れてるんで、片数で、うん、その中三好君がすごいアピール、もう彼も3、4年目かな、3年目か4年目かだと思うんだけど、今年ずっとオープン戦で打ってるし、練習試合からずっと良かったからね、うん、でカープで言ったらあのこの間侍にも選ばれてた、あれ名前なんだっけ、田村君ね、うんうん、だから、まあ、各球団やっぱりそういう選手がやっぱりいるんですよ、ね、って考えるとちょっとタイガースは、まあ、確かにレギュラー固定されてる人間が多いとはいえちょっとアピール不足かなっていう、ちょっとなんか勢いを感じないというか、うん、巨人にはあれもあの子もいるね、 NTT から入った伊豆口くんだっけ、東院の、うん、大阪桐蔭から入ったね、うんうん、彼もだから昨日安倍監督が開幕はあるよって、セカンド、うん、吉川尚輝が打てなかったらあるよみたいな、それぐらい言わせるぐらいねとこまで来てるし、そう考えるとちょっとここまでのキャンプオープン戦を見てると、うん、そういうところの部分がちょっと不安だなっていうのはありますよね。まあそんな不安不安言ったらキリがないんですけど、まあただまあ一つ救いなのは本当にここまで大きな怪我人が、まあ梅野選手がまあ開幕間に合うということなんでね、よかったなと思うんですけど、まあ大きな怪我人があんま出てない、他のチーム結構怪我人はちょこちょこ出てるんですよね、まあ開幕間に合うかどうかっていうところのレベルで今季絶望とかね、そういう感じじゃないんですけど、まあ例えば巨人の大勢投手とかもそうだし、ヤクルトの田口投手とかね、ヤクルトやった奥川君もそうだし、うん、だからそういう選手は、あと、まあ、だからそういう選手がいるんで、まあ、それを考えると、まあ、ね、不安ちゃ不安ではありますけど、まあ、あとだから監督が言ってたように、15日以降、本当に勝ちに行くっていう試合をした中で、勝てるかどうか、で、多分ずっと遠征なんだよね、これ、確かね。うん、多分ね、ずっと監督なんか1ヶ月ぐらい帰ってこないみたいなこと昨日言ってたけど、うん、多分開幕の東京だから、だからそう考えるとまあまあもちろん1回戻ってくる、まあだからあれなのかな、どうせ一番最後の方じゃん、3月の22、23、24、でそこで帰ってきてちょっとこう甲子園で練習して東京ドーム乗り込むみたいな感じかな。今日の放送は Z 株式会社さんの提供でお送りしました。